はい、どうもカズワンです。そしたら行きましょうか。バイオ4プロフェッショナル、扉の先に行くと見せかけて俺はこっちに行くのさ、ははは。あれ、この辺じゃなかったっけ、この辺行けへんかったっけ。ちょっと待って、教えてちょうだい。あ、この先や、ごめんなさい。ここじゃねえ、この先、この先です、この先でございます。やってもたー、俺赤っ端だぜ。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、これや、確か蛇は。おい、あい、当たらないのね。そこ当たらないのね。もうこいつめんどくせーって。よっしゃ、一撃。使う。ははは。これで、もう、卵がなかったことになりますから。よし、じゃあ行こう。開ける。マネー。This is money. 開ける。This is money. Wait. 金だらけやないか。ははは。で、この先に行きたいところですが、俺はちょっと違う道を行きまーす。飛び越える。レッツハブ。よっしゃ、行こう。どんどん行こう。登ろう。さあ、アシュリーも来いよ。オッケー。アシュリーも来ました。ということで。で、ここにね、宝石があるんですよ。盲目の蝶のランペだな。これ、2個目ですね。こっちから行かんと拾えないんで注意が必要と。飛び降りる。さあ、受け止める。いやって、このね、驚く声っていうか、ちょっとびっくりしてる様っていうのかな。もう、ええ感じよな。ド変態やな、俺。俺、ド変態ですね。よし、じゃあ行こう。さあ、ここで、アシュリーちゃんがね、またね、離れ離れになっちゃうんですよって。いやー、連れ去られるねー。ちょっと待て。一回逃げる、一回逃げる。俺は一回逃げるぞ。よっしゃ。で、こっちに逃げ込む。確かこっちにいれば当たんないんで。おい、こんな感じで群れるんですよ。群れるんですよ。おい。一撃だぜ。ははははははは。どんどん来いよ。どんどん来いよ。おい。おい。俺はやるぜ。ほい、一撃。まだ飛んでる、まだ飛んどるぞ。お前どこにいてんの。お前どこいとるんや。ちゃんと真面目にこっち来なさい。こっちに来て俺にやられなさい。あんまりしつこいと俺怒るよ。あ、外した。あー、ちょっと、あれ、ちょ、落とした。よし、終わり。これ簡単なやり方ね。反転して、さっきの裏道、裏通りみたいなところに入ると。それだけです。それだけでね、簡単に倒せるんで、やっぱおすすめですよ、これ。うん。めっちゃおすすめ。確か前回もやったと思いますけど、あんまり知ってる人おらんのちゃうかな、とは思っとるんですが、なんかおるやん、あそこに。おい。ははは。落とした。落としたで。でもこれほん、これなぁ。やりたいんよな、これ。潰したいんよな。潰せるかな。ライフル。いや、マシンピストル。いけるんちゃうか。ドラーナ。どんどん行くぜ。よっしゃ、倒した。マシンピストルいいね。これ倒すと、ブルーアイカ、確定で1個、落ちるんで。おすすめです。これマジでおすすめ。あー、いっぱいある。ブルーアイとかね。今、ブルーアイ手に入れたと思いますけど、あれがね、確定で手に入るんで。で、まあ、マシンピストルで、まあ、20何発ぐらい？38発か、ぐらいなんで、そんなに、弾使わんくてええんちゃうかなと思うんで、おすすめですね。で、1個絶対宝石がね、うん、完成するんで、ね。それは、うん、もう、バイオ4やってる人なら、わかるかなと。結構重要かなっていうのは。2万、何本ぐらいやろ、2万ぐらいなるんかな。3万、下手したら3万ぐらいはなるかもしれん。よーし、オッケー、オッケー。じゃあ進もうかな。じゃあどこや。ああ、そうか、ここか。ここも、お、俺取り逃しとうで。グリーンアイ、グリーンアイ、グリーンアイね。超グリーンアイ。よし、行くぜ、どんどん行くぜ。俺のイメージしてたとこ、びっくりした。あー、びっくりした、こいつも。そうや、ついでなんで、宝石
おお、石油、グリーンアイ。組み合わせる。盲目の蝶のランプ。ちょ、で。組み合わせる。盲目の蝶のランプ。緑、え？緑光蝶の、緑光蝶っていうかな、これ。妖怪蝶。だんだんね。あれが変わるんですよ、呼び方が。うん。輝く月光蝶のランプ。かっこええな。じゃあ、これも混ぜとこうかな、じゃあ。で、まだ虫は出てくるんで、もう一個は売らんけど。よし、混ぜとこうかな、こっちも。はい、OK でーす。ということで、さあ、まだ用あるぜ。用があるんです。更新、ハンドガン。おー、ハンドガン強化できるんか。なるほど。じゃあ、これは、こうかな。よし、威力も上げて。ライフル。あ、ライフルどうやったかな。6発か。やってもええな。じゃあ、まず物を売ろう。物を売りましょう。ちょっと、話かけさせて。話をかけさせて、送りなす、送んなましいって感じで。スピネル、ベルベットブルー。輝く王様2000。めっちゃ高いやん。Thank you. で、豪華な地図版。Thank you. この辺も売ってんやけどな、グリーンアイレッドアイ。一応、金欠になるまでは残しておきましょうか。ハンドガンの弾じゃねえ。これはやろう。Thank you. で、ライフル。高い。高い。威力。やる。よーし。こんな感じかな。うん、こんな感じしかできんからな。よっしゃ、行こうぜ。で、ハンドガンを使い切っておくっていうのが大事かな。うん。ハンドガンとマーグナムか。よし、OK。結構空いてきたな。手榴弾2つ、閃光が2つ、手榴弾が3つと。あ、焼夷か、焼夷が2つか。了解了解。はい、了解。吐く。現状吐く。よし、開ける。さあ、ここもな。結構苦手やな。ここは成功法のやり方しか知らんから。誰や？あいつしかおらんか。サラザル。あいつやれんじゃね。あそこにおるやつやれんじゃね俺。わっと一撃じゃない。二撃決殺。なるほど。威力も必要やな。お、バレた。アディエスだ。やばれた。向かってくるか。なるほどね。向かってくるパターンのやつね。ちょっと待って。何の音。危ねえ、当たりかけた今。あいつ走ってくるんちゃうか。来た。よし。ベリートゥベリー。どうですか、この大義の技はどうですか。おい。コケ、コケてくれた。ナイスコケー。ちょっと卵飯しとこう。まずい。ここはね、まだまだ、需要あるから。さあ、バレた。バレたぞ。バレたぞ。これ、こっちから行っていいんかな。俺、こっちから行けたような気がするんやけど。ちょっと待てよ。森ネズミ。危ない。よし、入る。飛び込む。OK。完了。で、こっからや。こっからが結構な、難しいんよな。時計台の中、進んでいきます。行きますが。いけるかな？ここ結構苦手なんすよね。何しかあんまり行ったことねえから。何しかね。あんま行ったことないんで。いけるかな？いける？まあ、いけるとは思いますけど、何発か食らうかなっていうところかな。おー、ライフルの弾。いいっすな。ライフル18発入っとるし、ストック30以上あるから、なかなかね、優秀ですよ。ハンドガンの弾も拾っときましょう。拾えるな。よし。じゃあ、どんどん行くぜ。上に行こう。ちょっと待てよ。ミスター。ミスター一回おります。ここね、カンヌキを外しとかんといけんのですよ。あそこはまってるの見えますかね。これを壊して、確か3箇所あるはずやから。あそこにもある。よし、OK。じゃあもう一個は？
もう一個どこですか？どこやろ？見当たらんかったぞ。あった。多分あった。違う。あれ、炎の光やった。炎の光を見間違えるレオン、超恥ずかしいで、これ。うん、多分違うと思う、あれは。もう一個。こっから見えるんかな？あったあったあった、目の前。よし、OK。確か3つで終わりのはずやから。下まで行かなあかんねんな。その前に。はい、来たね。儀式の準備。出来損ないのノビストドールも使いようでようやくアシュリーを確保することに成功した。このまま速やかに例の儀式をと、え？わからん。わからんからええや。グリーンハブちょうだい。グリーンハブちょうだい。よし、取れる。さあ、動かすか。操作しよう。さあ、こっからが結構勝負やな。確か降りたら出てきよるはずやから。さあ、めっちゃ動くで。動いとるで。もうええ、もうええ。さあ、見えた。狙われとるな。さあ、相手の攻撃はそこから届くのかどうかっていうのは。え？あれ？おらんかったっけ？うわうわ言うとる。うわうわ言うとる。ああ、つらい。ああ、めっちゃ近くおるんちゃうか、これ。こっからは狙えんのか。んじゃ、ちょっとハンドガンに変えてと。さ。ちょっと待って。うわ、怖い。うわ、怖い。どこや。ほい。ほい、待て。お前。待て。うわうわ言うと。いけるな。よし。一段目制圧。一段目制圧。さらにもう一個。もう一個下か。どこや。どっか。うわ、2体もおるな。音が2つする。音が2つしよるわ。場所だけでも確認せんとな、これ。ああ、なんかいいと。なんかいいと。あ、上がってきた。上がってくるんや、これ。じゃあ、普通に今、上がってくるんやったら、これ、俺、ナイフプレイするで。完全にナイフプレイするで。よし、上がってきた。これ、ラッキーやな。ほい、ほい。さあ、いいペースじゃないか？ OK。さあ、もう一体下におるから。よし、降りよう。ここは降りて、ひるませる。お前、何やってんさ。よし、倒した。ラッキー。よっしゃ、じゃあ、このまま降りていくとしますか。こうかな。よいしょと。さあ来た。さあ来たよ。増援が来たぞ。ちょっと待て。まあでもあれを使ってくれるなら俺はラッキーや。ラッキーや。え、マジで後ろおるんかな。ちょっと待て。投げっ。お前らさ、上からも下からもさ、来るんじゃねえよバーガーって感じで吹き飛ばしながら行きましょう。さあ、溶かしながらやりたいけど、これハンドガンじゃ無理やな。ほい、一発ナイフ、ナイフプレイ、どきなさい。あー、これはマシンピストルの出番ですね。これは出番ですね。よし、よし、倒した。じゃあショットガン装備で。まだ拾うがあったぞ今。待て、顔面ヒットしたやろ。まだ死んどらんか。よし、おらん。よし、完璧。手榴弾取りたい。あー、めっちゃ取りて。ですね、これはですね、どうすればいいですか。組み合わせましょう。しょうがない、これはしょうがないわ。あ、なんか疲労が出た。うら、ケイ、うん、投げてきたな。よし、こっち回ってと。ここも取ろう。これ何やったかな。マネー、This is money。で、ちょっと待てよ。さらに、弾込み必要かな。弾込み必要やな。弾込めて、さらにここは敵が多いんで、勝利の出番かな。よっ、後ろ俺やった。いや、おらんかった。
一番端からやろうかな。まだ死んでねえか。死なないねえ。ほい。ほい。まとめた。って完了。で、さらにや。どうしようかな。ショットガン装備で、確か、行ったら結構出てきたはずやから、どうしようかな。手榴弾の出番か？ちょっと待てよ。そう。で、出てくるはずやから、これ投げるやろ？で、後ろ向いて、後ろ向いてや。待て！待て！オッケー。で、こっちに走る。こっちに走ろう。結構ええ感じかな？これで。で、まあ、マシンガン使うか。よし。多いな。敵が多い。おい。マシンピストルはこうやって使うんだぞっていうのは嘘です。もっと大切に使いましょう。ここは派手に使っていいと思う。はい、弾切れ。じゃあ、あとハンドガンでやろう。おい、帰れ。弾込めてもうた。あー、危なー。弾込めてもうたよ、俺。やつを外してる。外してるか。俺外してるから。ほい。うわー、ロケラン。あぶねー。あ、この距離やと撃ってこへんねや。なるほどね。そいつはいいことしたぜ。ほい。ちょっと待て。大丈夫じゃないよねー。大丈夫じゃないよねー。俺、このロケラン前もやられたな、俺。待て。あぶねー。あ、マグナム止め、ラッキー。さあ、お前、ロケランを失ったお前に、俺が何をできるというんだ。ああ、向かってくるのね。そういうことね。向かってくるのは、俺知らんかったな。よし、10発ぐらいなら全然ありでしょう。ほい。よし、焦がす。オッケー、終わり。ん？森ネズミ、まだ言ってるぞ。大丈夫ですか？俺大丈夫ですか？結構カツカツになってきたな。はい。ということで、ちょっとなんか萌え萌え言うてんのなんやろ、これ。どこで言うとんや。ちょっとセーブしとこう。セーブしとこうてか、終わろう、今回は。え、また出てくる？なんか音がする。じゃあちょっとセーブしまーす。怖っ、これ。なんやこれ。はい。じゃあ、上書きしまーす。4の1、タイプライター。みたいな。どういうことや。俺どういうことですか。ちゃんとしましょうね。あ、だいぶ進んできたな、これ。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。